ロッキード・マーティン社の F-35 戦闘機の売り上げが予想を上回るという情報をキャッチしました。今回は、日本三菱でも生産している F-35 戦闘機の生産量と売り上げなどを詳しく見ていきますね。もう、はや、F-35 戦闘機は、世界のベストセラーへと上り詰めています。安いしね。今のアメリカの宇宙、航空、軍需関連企業の最大手とも言うべきロッキード・マーチン社が、2022年の第3四半期の業績を発表。単価の高額な F-35 ライトニング2等の航空機の分野が、計画よりも伸びている、状況を示した。ただし、今年2022年の通期の売上高の予想は、従来通りの 652.5億ドルのままに留め置いており、ロシア・ウクライナ戦争の余波で、西側各国に広がる軍事費の拡大の流れは、すぐに業績に反映したとは言い難いようだ。日本は、1990年以来とも言われる、急激な円安の状況にあるが、2022年10月23日現在の1ドル、1447.7円という、為替レートで換算した場合、ロッキード・マーチン社の2022年の売上高は、およそ9兆6300億円ほどになる見込みだ。この日本円での数字だけを見れば、さすがに、アメリカの軍需企業は、売上高も大きいと感じられるかもしれないが、例えば、日本の防衛産業の雄である、三菱重工業社の2021年の連結売上高は3兆8602億円であり、そこまでの差を感じない。三菱重工業社が手掛ける軍需品は、確かに、ほぼ、日本の自衛隊で使用されるのみとはいえ、海上自衛隊の護衛艦などの建造も手掛けており、思ったほどの金額差は、軍需企業として、世界規模のロッキード・マーチン社と、それほどないようにも思える。ただし、三菱重工業社は、日本一の重工業メーカーとして、軍需品以外の大型船舶や、風力、火力、原子力等の発電所設備等の大型プラントを事業として展開するなど、事業分野の裾野が極めて広いことも、業績に寄与しているとも言える。そこで、世界規模の製造業として、民生品の分野の大手企業と比較してみると、例えば、いわゆる GAFA と称されるアップル社の2021年度の売上高は 3658.17 億ドルで、日本円なら、今の為替で、およそ54兆円にも相当する規模となっている。このアップル社の売上高は、単純比較で見た場合には、ロッキード・マーチン社の 5.6 倍以上に匹敵し、いかに、単価が、高額な F-35 ライトニング2などの戦闘機を販売しようと、世界中に、スマートフォン等を販売する企業にかなわない点は、興味深い。ビジネスの手法としては、プトブ、ビジネストゥビジネスという、法人相手の商取引の方が、プトク、ビジネストゥコンシューマーと呼ばれる個人との商取引よりも、大半の場合で、高額な傾向は否めないが、アップル社ほどになると当てはまらない。まあ、アップル社自体も、世界各国で、携帯電話事業を営む企業との取引で、巨額の売上を確保しているという点では、プトブ、ビジネストゥビジネスかもしれないが、多数のコンシューマーに、製品を販売していると見た場合の観点である。それでも、アップル社は、世界各国に、直営の販売店網を展開しており、主力のスマートフォンの iPhone では、売上高で、世界シェアの1位を誇り、かつて、PC の普及の黎明期に、独自路線の Mac で、クリエイター市場に君臨していた頃とは、様変わりしている。さて、いささか話が逸れてしまった感もあるが、現行のロッキード・マーチン社は、
共にアメリカの航空関連企業であった、ロッキード社とマーティン・マリエッタ社とが、1995年に合併したことで誕生。この2022年で、27年が経過している。マーティン・マリエッタ社自体も、元は、マーティン社とアメリカン・マリエッタ社という、別の航空関連企業が、1961年に合併したことで生まれた企業であり、アメリカの軍需産業で生き残るのが、いかに厳しい環境であるのかが伺える。マーティン・マリエッタ社が、テキサス・インストゥルメンツ社と共同で開発した兵器に、FGM-148 ジャベリンがあり、個人携行型の多用途ミサイル兵器として、今のロシア・ウクライナ戦争でも、大きく注目されたものの一つだ。現在の FGM-148 ジャベリンは、ロッキード・マーチン社と現レイセオン・テクノロジーズ社が製造を手掛けているが、開発が開始されたのは、1983年で、アメリカ軍が配備を行ったのが、1996年と、今から四半世紀ほど前から存在していた。ロシア・ウクライナ戦争では、ロシア軍の侵攻を受けたウクライナ軍に対して、アメリカから多数の FGM-148 ジャベリンが供与され、初期の段階で、ロシア軍の戦車等の装甲戦闘車両を多数撃破したことで、世界中から注目を集める兵器となった。あまりの FGM-148 ジャベリンの華々しい戦果の報道によって、日本でもこれさえあれば、戦車等の兵器は不要と言わんばかりの言説が散見されたが、あくまで攻め込まれた側の最終的な防御兵器であり、万能のツールとは言い難い。兵士2名ないし最低1名でも、運用は可能な FGM-148 ジャベリンで、ハーアルが、最新型でも最大射程距離は2500メートルほどであり、その至近距離で、防御力の脆弱な兵士個人が身を投げ出して運用する兵器という前提を忘れてはならないだろう。FGM-148 ジャベリンのミサイルは、2021年のアメリカ軍の調達価格で、一発175,203ドルとされており、これは、今の日本円換算で、およそ2580万円にも相当し、戦車等の装甲車両に比すれば、その単価は、安価に移るかもしれない。しかし、一発2580万円も、するミサイルを、おいそれと、実弾射撃の訓練で使用することは、アメリカ軍においても困難で、シミュレータを使用した、バーチャルな訓練で、一定以上の実績を上げた兵士にしか、その機会は、与えられていないという。また、ロシア・ウクライナ戦争においては、2022年8月末より、東部地域で、ウクライナ軍が反転に転じたことから、攻勢における兵器としては、FGM-148 ジャベリンは、副次的なものとなった可能性が高く、最近では、以前ほどの戦果は、聞こえてきていない。逆に、ロッキード・マーチン社の兵器の中で、今のロシア・ウクライナ戦争で、存在感を上げている、兵器といえば、高機動、ロケット砲システムの M142 ハイマースと M270、MLRS が筆頭に挙げられ、戦術レベルを超えた戦略的兵器とも感じられる。M270、MLRS は、1970年代から開発が進められ、1982年にアメリカ軍が採用して以降、NATO 諸国、日本の陸上、自衛隊でも採用された兵器で、227mm のロケット弾であれば、12連装の使用で、1991年の湾岸戦争に投入され、多大な戦果を上げた。日本の陸上自衛隊でも、M270、MLRS は、1992年度から2004年度の予算で、全99両が調達、配備されているが、当初装備していたクラスター弾頭を備える M26 ロケット弾をの使用を禁じるオスロ条約に日本も批准したことで、今は
GPS 誘導ロケット弾の M31 に切り替えられている。陸上自衛隊では、今後、この分野の兵器を、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型等で置き換える計画であるため、M270MLRS は、すでに、一部で退役が始まっており、であれば、ウクライナに、第三国を経由する等の方法で、間接供与ができないものかと、もどかしさを感じる。M142、ヒマルスは、M270MLRS を小型化して、中型輸送機による展開を可能とした兵器で、それゆえに、227mm のロケット弾は、半分の6連装の仕様となっているが、陸上移動が主なウクライナであれば、M270MLRS の倍の火力投射量は、有効に見えるだけに残念である。また、未だ、アメリカが、そのウクライナでの運用を危惧し、供与を行っていない、M142 ハイマースや M270 マーツで使用可能なおよそ 300km もの射程距離を誇る MGM-140 エイタクムス短距離弾道弾も、ロッキード・マーチン社の製品である。ロシアは、ついに、イラン製の徘徊型自爆ドローンのシャヘッド136を多数投入し、ウクライナの電力設備等のインフラの破壊で、次戦能力を揺るがそうとしているが、いつアメリカが、もっと有効な兵器を送るか否かに、今後の戦局は、かかっていると思われる。